こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回はスパロボにおけるゴッドガンダムの歴史を振り返っていくわよ。ゴッドは人気あるよな。かっこいいし強い印象があるわね。でも、スパロボの歴史の中では常に強かったわけじゃないのよ。結構参戦してる気がするけど、実際どうだったのかはあまり覚えてないな。そのあたりを今回の動画では見ていくわ。その前に、ゴッドガンダムの設定について振り返っておきましょう。Gガンダムにおける、シャイニングガンダムの後継機だよな。そうね、ピアナ高地でのデビルガンダム戦でシャイニングが限界を迎え、ドモンが新しく乗るために届けられたのがゴッドガンダムよ。機体のデータを託して力尽きるシャイニング、それを抱きかかえるゴッドというシーンは、Gガンダムの名場面の一つね。まさに神々しい、ゴッドって感じの姿だな。ちなみに海外ではゴッドは使えないのでバーニングガンダムと呼ばれてるわ。武装は頭部バルカンと胸のマシンキャノン、そしてビームソードね。モビルファイターだから基本は素手だな。そうね、内部武装で戦うタイプではないわ。また、明鏡止水に目覚めたドモンによってハイパーモードに変形するわ。胸が開き、背中の放熱フィンが展開してまるで五光のように輝くわ。シャイニングはスーパーモードだったからその上って感じだな。この状態で腕のアーマーが変形し、必殺のゴッドフィンガーを放つわ。結晶はコクピットを直接狙ってもいいので、相手の腹部をこれで貫くようなシーンも多かったわね。シャイニングフィンガーは基本頭部狙いだったもんな。あとは流派東方腐敗の技を使いこなすわ。上級派オーデン英断や石破天強剣などね。マスターとの戦いは名場面だよな。二人で黄金に輝きながら石破天強剣を打ち合うのは最高に燃えるシーンね。そんな名場面だらけのゴッドなんだけど、スパロボだとかなり性能がバラバラなのよ。というと、めちゃくちゃ強い時もあれば、めちゃくちゃ弱い時もあるって感じね。実際に見ていきましょう。初参戦は95年に発売された第二次 G よ。第二次 G ってどういう作品なんだ？名前の通り、第二次スパロボのリメイクよ。元の第二次は91年に発売されたんだけど、それを GB 向けにリメイクしたものね。G ガンダムって95年あたりの作品じゃなかったか？鋭いわね。G ガンダムは94年4月から95年3月まで放送されたものよ。第二次 G は95年6月発売で、G ガンダム終了後すぐに参戦したことになるわ。すごいスピード感だな。ただ、参戦が早すぎたのもあったのか、いろいろと設定がおかしなとこがあるのよ。設定がおかしい？まず、最強武器がゴッドフィンガーじゃなくゴッドスラッシュになっちゃうわ。え？シャイニングってフィンガーよりフィンガーソードの方が強いじゃない？おそらくそれを引き継ぐため、このような現象が起きてるみたいよ。なんか違和感あるな。全体的な攻撃力自体はシャイニングより上だけど、使い勝手は悪くなってるわ。EN の消費量が増えてるんだけど、一方で装甲が弱くなってるの。どういうバランス調整だったんだろうか。石破天強剣は隠し扱いで、イベントをこなさないと習得することができないわ。強いのか弱いのか。あと大事なことだけど、常時ハイパーモードで気力上昇で発動とかじゃないわね。まあ GB だしその辺まで再現するのは難しかったんだろうな。攻撃力自体はあるから弱くはないけど、ひらめきを持ってないので、気を抜くと落とされることもあるので注意が必要ね。まだまだ模索中って感じだな。続いて参戦したのが新スーパーロボット対戦ね。リアル闘神で有名な作品だな。真の G ガンダムはいろいろと語られる要素が多いのよね。ラスボスがオリジナルのデビルガンダムだったり、それに乗ってるのがレイズナーのゴステロだったり、東方腐敗が自分は異星人だって言い出したり、並べてみるとすごい設定だな。シャックル同盟は登場しないんだけど、かなり作品のコアになってるわね。肝心のゴッドガンダムはどうなんだ？まず、新スパロボは2つのルートに分かれて、一度分かれたら基本的に合流がないの。結構厳しいんだな。G ガンダムの面々は地上編で活躍することになるわ。そんな中で、ゴッドガンダムは間違いなく最強ユニットの一つね。ガンダムの運動性に加えて、装甲もスーパーロボット並みよ。ゴッドフィンガーは高威力かつ、フル改造するとマップ兵器版が追加されるわ。マップ兵器のゴッドフィンガーってなんだそりゃ？地上編はマップ兵器がこれしかないので、とても貴重なのよね。石破天強剣はゲーム中でもトップクラスの威力を誇るわ。弱点らしい弱点がないな。当時のスパロボは格闘射撃じゃなくて遠距離近距離で能力が分かれてたので、石破天強剣やマップゴッドフィンガーはドモンの能力と相性が悪いってぐらいね。かなり優遇されてたんだな。同時に参戦したガンダムウィングはウィングのみ、おまけに隠しだったりするわ。特別参戦って感じだな。というかこの時まだ放送中だったのよね。それでも、シャイニングとウィングでガンダムファイトする場面があったりするわ。おお、スパロボって感じだな。
続いては F 完結編ね。まあ薄々感じてはいるけど、多分あんま強くなかったんだろ。そんなことはないわよ。F 完結編って言うと、ニュータイプ以外はお話にならないみたいな感じじゃないか？それは間違ってないわね。ただゴッドはハイパーモード時の火力がチーム内でもかなり高く、発動すると運動がプラス10というのが大きいわ。さらに明鏡止水でドモンの能力が全体的に底上げされるので、必中のないドモンでも集中でなんとか戦っていけるわね。へえ、結構いいじゃないか。同じく参戦してたガンダムウィングの面々に比べればかなりいい方ね。フル改造すればエースを狙えるだろうな。ところがそこにちょっと問題があるのよ。どういうことだ？今作のゴッドガンダムはハイパーモード時の武装が改造できないの。今でもインターミッションの時って通常状態しか表示されてないじゃない？そうだな。当時は武装を一つずつ改造してく方式で、5から増える武装は改造できないのよ。じゃあどうやって強くしてくんだ？ハイパーモード時の武装はドモンのレベルに合わせて強化されてくわ。ただ、フル改造に到達するにはレベルが70以上必要で、普通にプレイしてるとなかなかそこまで上がることはないわね。惜しいな。各地で加入するマスターガンダムは武器改造ができる上に、必要気力や EN がゴッドより低くて扱いやすく、東方腐敗の能力も高くてそっちの方が強いのよね。赤破天強剣で言えばゴッドが気力150、EN120 が必要なのに対して、マスターは気力120、EN50 で撃てるわ。いくら師匠とはいえ燃費が良すぎるだろ。まあそんなわけで、強いけど穴もある、ぐらいの評価に落ち着くかしらね。続いてはスパロボ64よ。今作は初めて合体攻撃が採用されたスパロボでもあるわ。ってことはゴッドも？お察しの通りよ。レインとのラブラブ天強剣、アレンビーとのダブルゴッドフィンガー、シャックル同盟剣も使えるようになったわ。それでこそゴッドって感じだ。基本的な部分は F と同じだけど、合体攻撃で火力が増したことで、F よりも1000級という評価になるわね。マスターガンダムが加入しないというのもポイントの一つだわ。なるほど、上位ユニットがいないわけだ。スーパー系の主人公が格闘家ということで、たびたびクロスオーバーがあるのも注目よ。ハイパーモード時の武装は相変わらずレベル依存だけど、リンクバトラーによってレベルを高くするのが楽になったので、F よりは現実的ね。リンクバトラーって何なんだ？スーパーロボット対戦リンクバトラーという GBC 用のソフトがあるんだけど、これをスパロボ64とリンクさせることで、各種ユニットを加入させたりできるの。さらにレベルなども共有できるので、スパロボ64を最終面まで進める、リンクバトラーに共有させる。64を2周目で始める、リンクバトラーからレベルを移す。こうすることで最初からレベルが高い状態で始められるわ。へえ、すごいな。ただこの仕様上、敵のレベルは味方のレベルに合わせて上がるので、ステージによってはとてつもなく難易度が上がったりするから注意ね。さすがにそんな美味しいだけの話はないか。ここからしばらく家庭用には参戦せず、次に登場するのは携帯機シリーズね。携帯機最初の参戦はスパロボ A よ。ゲームボーイアドバンスだな。またリメイク作品である AP についても一緒に解説していくわ。今作では東証ダイモスが参戦しており、格闘家クロスオーバーがあるわよ。機体としては風雲再起のレギュラー化が大きいわ。馬でありモビルファイターであるあいつだな。風雲再起と合体することで、空中でも戦えるようになるわよ。射程こそ短いものの、マップ兵器もあり、攻撃力の武装もあり、エースとして活躍できる能力になってるわね。いいじゃないか。ただ相変わらずハイパーモード時の武装は改造できないわ。今回はレベル41を超えると徐々に上がっていく形になってるわね。この仕様も慣れてきたぜ。さすがに改造できちゃうと強すぎる。ってのもあるかもね。ちなみに、各地で加入するマスターとはいつも通り合体攻撃があるんだけど、今作ではなんと3つも合体攻撃があるわ。そんなに？爆熱、究極剣、超級覇王伝英弾、究極赤破天強剣の3つよ。どれもオリジナルだな。この頃のスパロボは夢のような、オリジナル技が多いのよね。シャックル同盟やアレンビーとの合体技もあるから、合わせて使いたいわね。この辺も定番になってきたな。続けてスパロボ R にも参戦してるわ。今作はタイムスリップがテーマになっており、G ガンダムも原作終了後参戦よ。今では当たり前だな。特徴としては、モビルファイター全員が空を飛べるようになってるってことね。風雲再起がいなくても飛べるようになったんだな。ただ、地形適性が B なので空で戦うことは基本的にお勧めできないわ。能力的には A とほぼ同じだけど、伝英弾が単独で使えないのが惜しいわね。あと、この頃には武装が一括改造になってるのもポイントよ。レベル上げを待たなくても良くなったんだな。やっぱ大変だものね。据え置きにはしばらく出てないよな。ちょっと時期は戻るけれど、R と同じ年に出たインパクトに参戦してるわ。
インパクトはコンパクト3部作のリメイクなんだけれど、Gガンダムはインパクトからの参戦ね。インパクトって結構ストーリーが長い作品だった記憶があるぜ。3部構成で全101話よ。普通の作品の2倍くらいあるんだな。ゴッドガンダムは1ブラストから登場するわ。本作のゴッドもちょっと特殊なのよね。どういうところが特殊なんだ？単純な能力ならシャイニングガンダムの方が高くなることがあるわ。インパクトは改造できる段階がユニットによって異なるんだけど、シャイニングの方がゴッドよりたくさん改造できるのよ。そのせいで、フル改造すると単純な火力はシャイニングの方が上になるわ。システムの妙だなぁ。あと過去作ではゴッドに乗り換えるとシャイニングは消えるんだけど、今作ではシャイニングも残るわ。使い道はあるのか？いつもはレインが乗るライジングガンダムが代わりに来るんだけど、インパクトではレインがシャイニングに乗るわ。じゃあ改造しておけば後々楽になりそうだな。ただ、シャイニングの改造がゴッドに引き継がれないのよね。また、必殺技は明鏡止水が必要なのでレインじゃ使えないのよね。もったいない。後半もドモンをシャイニングで運用、というのもなくはないけど、合体攻撃や分身なんかもあるし、基本はゴッドね。本作はマシンロボが参戦してて、バイカンフーなんかとの絡みもあるわ。ちょっと技が似てるよな。ゴッドハンドスマッシュとゴッドフィンガーの共演は魅力的ね。注意点として、今作のセキハラブラブ天狂剣は隠し要素になってるの。これを逃すと、シャイニングが使えなくなってしまうから、ぜひともイベントを起こしておきたいわね。昔の隠し要素は容赦ないな。次の参戦はスパロボ MX よ。全体的にインパクトに似た雰囲気の作品だけれど、難易度はかなり低めになってるわね。よく初心者におすすめされてるな。ゼオライマーをはじめとした強力な味方が多いのよね。ゴッドも相変わらず強いんだけれど、周りが強すぎてちょっと霞んでる感じね。惜しいな。ただ、今作では赤破天狂剣とは別に赤破天狂ゴッドフィンガーがあるわよ。別の武装扱いなのか。そうね、遠距離の赤破天狂剣と P 武器の赤破天狂ゴッドフィンガー。これを使い分けていく感じよ。使い勝手は良さそうだな。風雲再起も最初から使えるので、序盤から中盤は頼れるユニットね。クロスオーバーとしては、ダイモスやマシンロボ、そしてギア戦士電動との絡みが多いわ。どれも格闘系だな。原作終了後参戦だから、彼らの師匠的な存在になるわ。こういうクロスオーバー結構好きだぜ。別作品だけど、神優なんかも頼れる兄貴分になってたりするわよね。余談だけど、MX ではなぜかいつもの面々に加えて、キラルとマンダラガンダムが仲間になるわ。なんでこいつだけフィーチャーされたんだろうな。さて、続いての参戦は携帯機の J なんだけれど。どうした？今までとは打って変わって、おそらく最弱のゴッドガンダムよ。悲しいな。本作の G ガンダム J は避けないし、装甲も柔らかいし、空を飛べば適正 B、地上に下ろせば移動力が低いときたわ。でも攻撃力は、合体攻撃はまあ威力もあるし演出もかっこいいんだけど、それより使い勝手のいいゼオライマーやテッカマンがいるのよね。だからわざわざ合体攻撃のために出撃枠を使う理由もないって感じだわ。辛いな。加えて、ストーリー面も中途半端で、東方腐敗との決着までで話が終わっちゃうのよね。じゃあデビルガンダムの下りは？最終形態も出てこないわ。何のために出たんだってぐらい不遇だな。今作の敵 AI は命中率が低いキャラを避ける傾向があるので、テッカマンやリアル系をよそに回避力の低い G ガンダム勢が狙われることも多いわ。その集中砲火に耐えきれず撃墜される経験をした人も多いはずよ。少し前までは最強ユニットの一角だったのに。ここから次の参戦まで4年間が空くわ。スパロボの発売ペース的には結構な時間だな。次の登場はスパロボネオね。この作品は参戦作品がかなり変わってて、いわゆるガンダムは G ガンダムだけよ。他も90年代のファンタジーロボットやエルドラン系に偏ってるな。というか出てくるのもゴッドガンダムだけよ。唯一のガンダムってことか。それゆえ、基本性能は高めになってるわ。最初から強めなんだけれど、赤破天狂ゴッドフィンガーが追加されれば、火力もさらに上昇してボスキラーになるわね。明鏡止水が成長すれば能力も右肩上がりで伸びるし、ネオだけの特殊属性、ファイアがゴッドフィンガーにはあるので、追加ダメージも期待できるわ。ってことは結構強期待って感じだな。ただ、今までみたいな合体攻撃の強みがまるまるなくなったので、そこはマイナスポイントね。一人だけの参戦ってのはさすがに寂しいな。さてここからスパロボはダウンロードやアプリの作品が増えてくんだけど、G ガンダムとして据え置きスパロボに登場するのはネオの10年後、スパロボ T まで飛ぶことになるわ。だいぶ間が空いたな。この間にも新しいロボットアニメも生まれ、新規参戦も増えてきたのよ。にしてもいいからプレイステーション4か。
スパロボティではその鬱憤を晴らすように最強ユニットの一角として大活躍するわ。今まであった分身、ゴッドシャドウや風雲再起はないし、上級覇王伝英団もないんだけれど、それを別にしても全てが高水準ね。強いゴッドが戻ってきたんだな。ガンダム勢の中でもステータスは走行、運動性ともに高く、攻撃力は言わずもがなね。昔は射程が1ばかりだったけど、現代スパロボでは1、3ぐらいの武装がたくさんあるわ。他のガンダムもビームサーベルがそんな感じになってたな。エースボーナスや特殊スキルによって最初からハイパーモードになるし、明鏡止水もあっという間に発動するわ。明鏡止水もステータス上昇に加えて SP 回復、AB で格闘攻撃が 1.1 倍。さらにカウンターが常時発動と最強クラスね。おお、すごいな。武装は後半で赤破天狂剣が追加されるだけだけど、移動後攻撃下で攻撃力、射程もあるわ。シャックル同盟との合体攻撃も健在よ。やっぱゴッドといえば合体攻撃だよな。アレンビーや東方腐敗との合体攻撃がないのは残念ね。ただ、シャックル同盟剣は全部装中最強の威力を誇るわ。最強ってのはすごいな。個体必要なのは相変わらずだけど、シャックル同盟も強いので狙うのはありね。必要なユニットがいなくても合体攻撃が行える簡易合体攻撃があるけれど、その場合は威力が大幅に下がってしまうわ。できれば出撃させた方がいいんだな。ストーリーの上では劇場版なでしこの秋と、ガンソードの番との絡みが多いわ。なるほど、愛する女性のため、復讐のために戦ってた面々だな。そういうことね。Gガンダムは原作終了後で自身の経験から彼らにアドバイスを行うわ。ドモン自身も大会後の自身の迷いを彼らの行動から振り切っていくわ。いいクロスオーバーだな。アキトの最強技はドモンが指導した、みたいな感じになってるのは面白いわね。ストーリー的にも恵まれてるし、最強クラスの能力ということで、歴代でもトップクラスの強さになってるわ。今が黄金期ってことか。長かったな。紆余曲折あったけどね。というわけで、スパロボにおけるゴッドガンダムの歴史を振り返ってきたわ。第二次 G からスパロボ T まで、実に24年よ。というか、そんだけ続いてるスパロボがすごいよな。それはもちろんね。期待の新規参戦からおなじみのレギュラーに、少し不遇な時期を経て再び最強に、ゴッドガンダムとスパロボの関係も長くなったわ。今後はどうなるんだろうな。最近は原作終了後参戦がほとんどだから、たまには最初から見てみたいわね。確かにな。シャイニングも使いたいぜ。そんなスパロボがいつか出るかもと期待しながら、昔の作品をこの機会に遊んでみるのもいいかもしれないわね。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。